多数の、many 今回はたくさんのそれもさっき習ったマッチ量であったり数えられないものではなくて多くの数のそして数えられるものの中のたくさんのっていう表現を勉強していこう代表的なものとしてたくさんのあるいは多数のっていう意味の言葉は「many, a lot of, lots of」「of」「a number of」 A lot of, lots of, plenty of は量を表す言葉でもあったけども数としても使えるんだそして非常にたくさんのって言いたいときは A great number of, a great many Great, a great を前につけてあげよう例文では東京には非常にたくさんのビルがあります There are a great many number of buildings in、Tokyo. there are a great of Tokyo. a number of buildings in Tokyo great number of が使われてるよね。多数の目に、量のマッチと数の目にしっかり見分けがつくように基本を確認して使いこなせるようにしよう。